はい、どうも皆さんこんにちは、みぐまです。今回はですね、生き物大図鑑のですね、ジョンカマキリ04ですね、こちら紹介していきたいと思います。合計でね7回分ありますね。まあ、最初に1個のお店で4回やったんですけど、別のお店でね、あの豆ガチャの本、あれがもらえるやつがやってたので、とりあえず3回カマキリをやって、まあくじは外れたんですけど、ってことでね、全部でね7回になりました。当初ね3回ぐらいの予定だったんですけど、こんなことになってしまいました。というわけでね、早速開けていきたいと思います。ミニブックってあれ返ってくるんですね、知らなかった。てかどうせだったら全部豆ガチャもらえるお店でやればよかった。なんかブックレット回収されると思って、どこの店でもいいやと思ってやったんですけど、ちょっとショック。はい、というわけで1個目こちらですね。よいしょ。はい、あ、その前にミニブック出していきましょう。全5種類というわけでね、じゃん。はい、生き物大図鑑カマキリ04、全5種類で、南米丸胸カマキリライトとダーク、それから目玉枯葉カマキリ、そして胸赤腹広カマキリ生態と幼体というわけで、こんな感じになっておりますって感じでね。はい、多分7回やってね、多分結果はひどいという予想が私はできておりますが、はい、これが幼体ですね。胸赤腹広カマキリの幼体が1つ、多分ね幼体がねめちゃくちゃ出てる。2つ目、はい、じゃん、これも多分幼体、幼体2つ目、幼体2つ目で、多分これもスカスカ具合からして幼体、はい、ちょっとこれも多分幼体が、ほい、幼体3つ目かな、多分幼体3つ目、これでも7分の3幼体ですからね。いいや、これはちょっと違うやん。で多分これもスカスカだから幼体で、ほい、幼体、これで7分の4が幼体というね、素晴らしい。で次がこれも多分幼体で、よいしょ、はい、これも多分幼体です。よいしょ、幼体、7分の5幼体というね。というわけでなんかショック、マジ幼体とかやめてほしいっすわ。ハズレ枠じゃないにしろ、ハズレ枠っぽい枠を作らないでほしい。なんかちょっとだったら違うカマキリを入れてほしいところですよね。もうなんか幼体にも悪いですよね、なんかハズレ枠っぽくさせちゃう。ちなみになんかあのブックレットはなんか印をつけて返されただけでした。でこれで幼体1個だけ組み立てますね。で残りが多分違うやつ、これが違うカマキリが入っててくれればいいものの、まあ、最悪7回やって2種類しか出てない可能性全然あるってことだよな。分からん、分からんぞ、これはどっちだ。いや、胸赤腹広カマキリだ多分これ。丸くないもん首のところ。わー お、 お、そうだよね、そうだそうだ。でこっちは、いやこっちもそんな気がしてきた。さすがにそれはないっしょ。さすがにそれだったらちょっとガジェットしてどうなのって言いますけど、違う機械でやったのが悪かったかな。同じ機械でやっぱやった方がいいんだろうな、こういうの。よいしょ、ほい、え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 、うー、2周しか出てない7回やって、これはマジ最悪だ、過去最悪のガチャガチャだ、やば。腹広カマキリ生体と幼体しか出てない。わーお、これはちょっとやっちまったな。わーお、なんだこんなクソみたいなガチャがあっていいのか。
運が悪すぎるというか、なんだこれ。というわけで、まあ結局2種類しか出なかったので、2種類を組み立てましょう。はい、というわけで組み立てていきます。はい、というわけでね、2種類組み終わりました。こちらが、生体と幼体の2種類ですね。になります。こんな感じで、違いは、目のところのクリアパーツと、このお腹のところぐらいですかね。首のパーツはなんか一緒な気がしますね。足とかも別に、幼体だからちょっと細いとかいうのはなさそうな気がしますね。色味とかはちょっと違うかもしれないですけども、こんな感じですね。では、生体の方ですね。可動の方は、今までのカマキリと一緒でね、頭のところと、ところ、胴体のところと、あとカマが、ここと、ここと、ここで、動きますよと、あとでちょっと。よいしょ。という感じと、あと足の付け根が、ボールジョイントで、ここのね、関節はありませんってところと、あと羽が開く。ボールジョイントで開くようになっているのと、お腹のところが動きますよ。あ、今回お腹一色なんだな。なんか残念。そういう品種なのかなになってます。で、生体の方はね、羽が、このような羽がついているので、羽に LR は書いてあるか？書いてありそうだな。羽に LR が書いてありそうなので、それを見ながらね、このように、よいしょと。穴を目がけてね、ここに穴があるので、そこにこう、プスプスと刺していくことができますと。はい、刺さらない。はい、こんな感じで羽を刺すことができますのでね、羽を広げたポーズを取ることができます。こんな感じですね。で、触覚はいつものなんかエナメル線みたいなフリアパーツの線なので折れる心配はありませんという感じですね。目のところも真ん中に点が入ってますね。で、こんな感じですね。はい、それから今回初唯一の幼体ラインナップで、幼体も溜まってきたな。こんな感じですね。これは幼体のあれは前と一緒で、お腹がこっち側まで反るような可動がついておりますね。多分違うのはここの部分の可動がこうなるだけで、あとはねカマキリ自体は同じ素体というか同じ可動をしておりますね。で、目のクリアパーツの色がちょっと違いますね。こっちちょっとクリア濁ってんな。で、これは目の中に点がなさそうですね。ないですね。赤茶色みたいな感じのクリアパーツになっています。はい、こんな感じですね。大きさの比較はこんな感じで、まあ、幼体だからといってそんなにちっちゃいわけではなくて結構でかく作られております。というわけでね、いや、なんか新規のやつら欲しかったな。今回なんかその辺が何も出ずに、今までと、なんか見たことあるラインナップみたいな感じになっちゃったな。7回やって2回しか出なかったか。これはひでえな。なかなか出ないもんですな。ちょっと7回もやったのはもうちょっと出ると思ったんだけど、ちょっとショック。まあ、ちょっといつかリベンジをしたいと思います。500円なんでね、ちょっとそんなにいっぱいできないんですけど、これを見て、ちょっと、リベンジしたいと思います。というわけでね、今回生き物大図鑑からカマキリ04のね紹介になりました。ちょっと2種しか紹介できなくて申し訳ないんですけれども、この動画気に入っていただけたらコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。以上、みぐまでした。